おかしいでしょ、反則でしょ。うわー、うわー、いいっすよ。うわー、あ、場外でも、場外では上野裕樹が MJ ポー鉄柵に投げつけたんですが、しかしリング上は今椅子がどんどんと積み重なってやって、お、佐々木大輔が椅子を持った状態でコーナーに行け、小島が起き上がった、起き上がった、これが怒りの小島トイ、いけいけいけ、覚醒した、死んでないですよ、目がやっぱりまだ、そうですね、ああ、おお、ここから小島トイが佐々木大輔を投げた、そして上野のクラブパス、さあ、そして、ああ、レフリーは、レフリーはいるか、レフリーが今倒れた、飛んだ、藤田ミノルを排除した、小島のノーザルをここで見れる見れる、マイマットマックス決まった、さあいけるかいけるか、さあカウントが、あ、MJ4のカットが間に合った、あ、惜しい、惜しかったですね、カノンだ、カノン追い込んでるよ、追い込んでる、カノンですよ、カノンですよ、あれ欠場中のカノンが今リング下にいますね、決めた決めた、小島ワンダーランドが今決まったか、さあどうだ、決まるか、では、あ、惜しい、これは今のはスリーでしょう、あっとカノンが、なんだこの音、危険な音がします、危険な音がします、これはこれはスターか、スターか、やっていいことと、優勝打ち、え、やっていいこと、うわー、優勝打ちを食らわせた、いや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 、さ、佐々木式裏からの、あー、決まった、頑張れ頑張れ頑張れ、間に合った、頑張れ、大丈夫、まだ終わってないですから、あのカノンの持ってるスタンガンがとても気になりますね、これ、いやもう、いやちょっとダムネーション総力戦ですよ、いや、ね、本当ですね、フルメンバーです、いやいやいや、ダメでしょう、あ、佐々木大輔がダイビングエルバードロップ、あ、刺さった、そしてクロスフェイスに持っていく、頑張れ頑張れ、クロスフェイスに持っていく、抑えられちゃったもんね、勝又、順番の思いは届くか、頑張れ頑張れ頑張れ、まあ、これ上は入れないですよね、上野選手2人がかりですかね、そうですね、ポーとカノンが、そうですね、2人がかりで止められちゃうと、いやこれはリング中央でクロスフェイスを決めている、ロープに手が、小島トイ、あ、本当中央ですもんね、これね、あー、ここでタップしてしまった、第77代新王者は佐々木大輔、 MJ ポー組、 MJ ポー組が第77代新王者を獲得、初戦の末に決戦します、悔しいですね、ほんとね、田中さん、このブロースター、いやー、 どうでした、ご覧になって、 なんかあんまりね、片方に肩入れしすぎちゃダメだとは思うんですけど、はい、ね、やっぱりファンが噛みなすぎたので、なるほど、めちゃくちゃでしたね、いやこれだってちゃんとしたルールだったら勝ってますから、まあ、試合上は負けてしまいましたけど、はい、実質勝ってます、なるほど、と僕は思ってます、さあそして勝又選手、ちょっと残念な結果になりましたけど、残念というか、あ、まだ攻撃を加えますよ、佐々木大輔、残念というか、はい、こういうことしかできないのかと、なるほど、こういう勝ち方しかできないのかと、こんなベルト取って嬉しいのかと、はい、怒りですね、なるほど、悔しさというよりね、何ですか、カノン、カノン、はい、いや、これ良くないですね、もうね、今日カノン選手はツイッターではおとなしく家でユニバースで見ようなんてツイートしてたんですけども、もうそっから騙されましたね、そっから騙してた。